くるね。うん、わらわは本来本だからな。濡れるのはすかん。って、お前、海行った時思いっきり泳いでたじゃねえか。お、うん、え、おおおお、さっきから何なのだ、慣れは。やみそうにもないわね。
まったく、さっさと中に入ってシャワーでも。ある。あれ。かすかだが、魔力の気配がある。消えた。クロ、あそこに。え？おいおい。クロ、こやつは。愛も変わらず、おせっかいなやつだな、ナレは。いや、だから、さすがにほったらかしにしとくのは後味悪いじゃないかよ。その後味悪いで、いつもいつも災難に見舞われているようだが。そうだよな。そのせいでクソ生意気な小娘の居候と、悪の組織相手にドンパチやらかす理不尽な人生を背負い込むことになっちまったんだよ、畜生。体を拭きな、風邪ひくぜ。すまん、ある。着替えと風呂を手伝ってやってくれ。なんでわらわが。俺がやるわけにはいかねえだろ。頼むよ。とく。どれ、ナレはそっち向いてろ。犯罪者呼ばわりされたくなければな。って舌も吐かせてやれよ。面倒だ。面倒って、マニアックな格好になっちまったじゃないか。
それよりも、気づいたか？ああ、手首を見たよ。手首だけではない。全身そうだ。ほらな、やっぱり厄介事を抱え込むことになる。すっきりしねえな、こういうのは。ジョーちゃん、ほら、少しはシャキッとしてくれよ。俺の名前は大十字九郎。そしてこっちがアルだ。ジョーちゃんの名前は？クロウ？大十字クロウ？おお、そうだ。俺は大十字クロウだ。自分の名前は言えるかい？エンネア。
何？
確かエンネア。うん、そうだよ。ずいぶんと元気そうじゃないか。うん、だってお外はこんなにいい天気だからね。いつまでも寝ているのはもったいないよ。はあ。すまん、エンネア。ひとまずどいてくれ。重い。ひどいひどいひどい。エンネアは重くないようだ。いって痛い痛いって、本気で痛いっつーの。警告は無駄だったようだな。所詮なれは必須の犯罪者よ。毎回毎回被告人の訴えが黙殺されているな。こんなの宗教裁判だ、この異端審問官。とりあえずどきなさい。インスタントだかな。言うな、人がせっかくのブルジョワ気分に浸ってるの。ずいぶんとお手頃価格なブルジョワジーだな、それは。エンネア、君にはいろいろと聞きたいことがある。だけど無理やりに聞き出すつもりはない。答えにくいことは答えなくてもいいから。
あまり話したくないことばかりなのか。いや、そうじゃないの。エニアね、何も覚えてないんだ。つまり記憶喪失みたい。自分の名前以外覚えていないもの。